日朝です。今日は朝日岳登頂いきます。大自然を満喫していきたいと思います。行きます。朝日岳行くぞ。です。お花が頑張ります。登りながらもなんかよし、ここからまた立ち上がっていくっていうですね、そんなこう感謝とこれからのその決意を込めてみんなでいきたいと思います。みんなで励まし合いながら登っていきたいと思います。美味しいですベーグル。行くぞ。朝日岳行くぞ。天気が最高でとりあえずもう言うことないです。いよいよ稜線だよ。こういう感じで風がやっぱり吹いたりしてるところをこう体験していくとやっぱすごく大事だなというふうに登っててすごい感じましたね。いやでもこの噴火口の音とかね、音とかねゴーゴーってなってるからね。煙もそうだしね、うん、本当にこう地球を歩いてるっていう感じがする。よし頑張るぞ。うん、けんちゃん、けんちゃん、なんか普段こうロープウェイでしか来ないような場所を逆にこうやって上がってくることができて、なんか風が強いおかげでそういう風にできたのがすごい嬉しいなと思いました。いい感じになってきて、これぞまさに冒険という感じで、これから登頂まで元気に登っていきたいと思います。頑張るぞ。自然と一体となってなんか自分たちがこう生かされてるな、生きてるんだなってことを改めて感じるいい機会になりました。循環の中の一つの営みをちょっと見させていただいて、それでこう力をもらってですね、っていう体験ができました。いやすごいぞ北海道、長も生き返った気分だ。こうチームが一つになるようなこう思いをね、本当に一直線にヒーローズの仲間とともに登って楽しく下山させてもらいました。なんか気持ちを軽くしていくことが今大事なのかなっていうのをこの朝日岳から、まあ、教えてもらったような気がします。おいしいです。カムイっていうのは神様、ムプルは山です。もうまさにその朝日岳大雪山の歌と思ってください。歌すごいですね。楽しい。言葉が全然違うからね。ふったれちゅいあらふなふい、ふったれちゅいあらふなふい。皆さんが登った大雪山の一番高いところには
その神様の世界と通じる階段が夜な夜な見えてきて、そこから神様が降りてきて楽しんでいるカムイミンチャラというふうな言われる場所もあります。人間と神様は力はそれぞれ違うけれども対等な立場だっていう考え方がアイヌの中にはあります。もっともっとこの自分の基準とかチームの基準って上げられるんだなっていうふうに思ったのもすごく嬉しかった。いろんな方のこう成長をサポートしていくとか立ち上がりをサポートしていくっていう存在になっていけるように自然の中に入っていくっていうと本当に自分自身の体がどん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 こう逆に元気になっていく。今の私に必要だからこそこのタイミングでさせていただいたんだなっていうのを強く感じました。地球の中のその一つの一部なんだみたいな感覚がすごくあって、山が呼吸をしているっていうことに気づくっていう感覚がすごい自分の中では正直あって、自然に生きるにはなんか魂に従って生きるのがいいかなと。言われたことをやるんではなくて自分でできることを限界までやってみないとわからないなって。これからバーベキューです。たくさんの人のおかげでバーベキューができるようになりました。さまざまな体験を通して自分たちが成長できる環境が本当にあるんだなって改めて感じました。それでは乾杯。キュバーベキュー大盛り上がりで最後の夜を過ごします。楽しみます。美味しいぞ。ホタテ最高。うまい。これはダイエット食だ。おいしい。焼き鳥も最高。よしよし、たメッカルーフ。この町で採れたものをこんなに温かい料理を出していただいて、みんなでこうやって集まって食べれて本当に嬉しいなというふうに思います。いやこうみんなで一体となって、いろんなことができるなとか取り組みができるんだなってことを改めて感じる6日間となりました。みんな一人一人がこう新たな体験の中からこうすごい学びの多い時間だったなと思ってます。全員が本当にたくましくなって、帰ってきました。まあ、みんな自分の役割っていうのをですね今回受け取ったような気がしますね。輝かしい未来がなんかみんなで見つかったそんな旅だったんじゃないかなっていうふうに思います。本当の人間が持っているようなものをこう、呼び戻した、まあ、そんなあの5日間だったような気がいたします。生きるって本当すごいな、なんか理屈じゃなくてすざまじいことだなっていうふうに改めて感じて、人として動物的な人間としてですね生きていくっていう自然の中で生きていくっていうことがあのどういうことなのかっていうのを、まあ、少しだけあの感じることができまして、みんなのコミットがねそこにこう、集まってる、そしてこう響き合ってる感じがね今回はとっても出てたと思います。なんかもう本当に経営者とか幹部とか関係なく日本を良くしていくっていうのはみんなそれぞれ思いがあって、脈々とこう受け継がれてるこう精神性だったりとか考え方ってことが今本当に社会にこう変革に必要だなというふうに思うので、ヒーローズクラブの仲間とですねこういうところに新しく来れて、まあ、一緒に進んでいけるってことがすごく嬉しいなというふうに思います。ありがとうございました。イエーイ。